はい、では今日はダイヤモンドの円を描きます、はいはい、ダイヤモンドの描き方です、はい、正面からね、描き方、はい、まず丸を描きます、丸、はい、丸を描きます、はい、そして、その中に四角を描きます、適当な四角を描きます、はい、そしてそれに対称にまた四角を描きます、はいはい、そしてこの頂点のところからまっすぐ外に向かって垂線を引きます、はい、そしてこの垂線のところの間にこう2本こういうふうに描きます、はい、これですね、こういうふうな、こうすると、はい、まあ、ちょっといびつですけど、これダイヤモンドです、はい、ここがテーブル、スターファセット、ベゼルファセット、アッパーガードルファセットという形になります、はい、これがダイヤモンドの描き方です。はい、はい、できた、できました。何それ、ドラえもんじゃん。はい、おかしいでしょ。